幹事社の読売新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は午前11時を予定をしておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。では知事からの発表項目がありますので、よろしくお願いいたします。はい、私から発表項目1点、ございます。しまなみ海道自転車通行料金無料化継続の取り組みについてでございます。広島県と尾道市で構成するしまなみ海道自転車道利用促進協議会は、自転車通行料金無料化継続に向けた取り組みの一環といたしまして、12月18日から県庁また尾道市内の4カ所において反射リストバンドの販売を開始いたします。この反射リストバンドは尾道市内の 4カ所と県庁におきましてですね、1回300円 のガチャで販売をいたしまして、売り上げはしまなみ海道自転車通行料無料化の原資として活用をいたします。これまでも本協議会ではサイクリングウェア等の販売を行ってきたところでありますけれども、より多くのサイクリストや観光客の方に手軽に購入できるアイテムとしてリストバンドを用意したものでありますので、皆様にはぜひ購入いただきまして、一緒にしまなみ海道を盛り上げていただければと思います。なお反射リストバンドは夜間の視認性が高くて、サイクリングはもちろんですけれども、普段使いとしてバッグやリュックにつけても交通安全対策の効果が期待できるものでございます。リストバンド4色ありまして、あるんですけども、まあ、私も実際にですねガチャを、回して出してみたいと300円出ないんですか。おしゃれなのはこれ4つもつける4つもつける。まあ4色揃えるのに、まあ、ひょっとしたら10回ぐらいやらないといけないかもしれないですけど4つもつけるのがおしゃれですから、皆さんねぜひ重ねてつけてみていただければと思います。ご承知の通りしまなみ海道はですね、今年11月に、優れたサイクルルートといたしまして、国のナショナルサイクルルートにも第一次選定、の中に、3つのうちの1つに入りまして選定をされたところであります。県ではこういった機会も生かしまして、自転車通行料無料化の継続や利便性の向上などを通じて、引き続きサイクリストの聖地として国内外の多くの皆様から愛される取り組みを進めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。この件に関して質問のある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いいたします。中国新聞の木原です。はい、この度反射材でこう、まあ、無償化っていうのをですね、まあ、実現していくにあたって財源というのが必ず必要になってくるかと思うんですが、そちらにまあなんとか当てていきたいっていう思いが込められているかと思うんですが、はいはい、こうどれぐらいは、今1万個っていうふうにとりあえずご用意としてあるようなんですが、目指しているところももうこちらの数っていうふうに捉えてもよろしいんですか。そうです、年度内5000個ですよね。はい、年度内5000個なんですけども、まあ、5000で、まあ、1万個、まあ、もう後半なん で1万個年間、まあ、発売をするとしたらですね、まあ、大体、収益がですね161万円ぐらい
になるんですけども、これはもちろんもっとできれば拡大をしていきたいなというふうに思ってます、はい。まあ、年間の、無料化ですね、年間の無料化の費用が、あれごめんなさい、あれいくらでしたっけ、ああ、補充してる。500万ね。528万ね。広島県側が528万ですよね。はい。まあ、ありますので、まあ、他のいろんな、方策を、まあ、やってますけども、それと合わせて、実現したいと。で、さらに、無料化だけではなくてね、さらなる管理改善とか、そういうところにも、まあ、活用していくことができますので、いずれにしてもサイクリング環境の改善に、活用していきたいというふうに思っています。関連もう1点だけすみません、はい。ナショナルサイクルウェイとしてされたばかりなんですけれども、はい、この無料化の継続にあたってはこういったルートの制度との兼ね合いというのは何かお考えがすでに終わりですかね。指定されたこととの兼ね合いというか、はい、いやいや、指定される指定されたにかかわらず、愛媛県と広島県の関連自治体としては無料化を継続して走りやすい環境を、作りたいというふうに思っていますので、いずれにしてもこれはこういった努力っていうのは続けていくということであります。です。ありがとうございました。はい。